エンツオイではベルギーのレーシングドライバー。ベルカーでレースキャリアを開始し、ルーベン・メースと共ににプロスピードコンペティションからレースした。2011年に彼はフィアグッド3ヨーロッパ選手権にステップアップし、ベルギーのアウディクラブチーム WRT からアウディ R8 リットル MS で参戦した。最初の5ラウンドでグレゴリー・フランキと共有し、彼は アウトオドロもインテルナシオナルドアルガルベとナバラサーキットで勝った。フランキはサーキットパークザントフォールトでの最終ラウンドに他の車に乗り換え、イデはクリストファー・ハーゼとパートナーを組み、週末の第2レースで優勝。イデはドライバーズチャンピオンシップで3位に終わった。彼はまた、フランソはベルビストと並んで WRT のためにベルカーでレースを続けた。 ゾルダーの24時間レースでは、バートロンジンとダビエル・マーセンと組んだ。2012年、イデは FIA GT1 世界選手権に参戦。彼は GT3 チャンピオンのフランチェスコ・カステラッチと組んで、AF ・コルセからフェラーリ458イタリア GT3 を運転した。アンソニー・クンペンとマルクス・ヴィンケルホックと2013年に、ブランパン耐久シリーズに移行している。 2018年は FIA 世界ラリークロス選手権に出場し、アウディ S1 をドライブする。ありがとうございます。